アイテム番号 SCP-199JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。現在 SCP-199JP は完全には収容されていません。職員は SCP-199JP の出現条件を満たさせないように最低でも3名のエージェントを該当の映画館に派遣してください。劇場スタッフとして潜入したエージェントによりチケットの購入状況、履歴が監視されることになっています。映画を上映する際に2名の一般人に偽装したエージェントはそれぞれの劇場を巡回し、もし観客が1名しかいないようならすぐにエージェントはその劇場に泊まり、観客が1名だけになることを防いでください。エージェントが1名劇場内にいるだけでも SCP-199JP の出現を防ぐことが可能です。有事の際には映画館スタッフ及び一般人への無許可の B クラスまでの記憶処理が許可されています。5ヶ月に一度該当の映画館の営業終了時に D クラス職員を1名劇場内に待機させ映画を上映し SCP-199JP の出現を待ってください。待機させた D クラス職員は SCP-199JP の出現後に退避させなければなりませんが、他の職員に危害が及ぶ可能性がある場合はこの限りではありません。なお、現在は SCP-199JP に対する実験はその危険性を鑑みて中止されています。SCP-199JP が現在出没する映画館の所在地は、担当職員のみに開示。要レベル2、199JP クリアランス、されます。説明。SCP-199JP は人型実体で、観客が1名だけしかいない日本国内の映画館の劇場に現れます。SCP-199JP は一つの映画館に半年程度の間とどまり続け、出現条件が揃うたびにどこからともなく現れます。SCP-199JP の出現条件は、映画を上映中の劇場内に観客が1名だけしかいない場合に現れるというものですが、その条件を満たしたからといって毎回現れるわけではありません。なお、半年以上にわたりその映画館で出現条件が整わなかった場合、SCP-199JP は付近で一番近い映画館に出現するようになります。SCP-199JP の正確な外見は確認されていませんが、痩せた人型で、歩く際には右足をかばうようにして歩くことが判明しています。観客は SCP-199JP の外見の異常性に気づかないことが多いですが、それがただ単に劇場内が暗いせいなのか、SCP-199JP の持つ精神干渉的特性なのかは不明です。SCP-199JP は人間に対して非常に暴力的な傾向を示します。しかし、確認されたすべてのケースの中では、直接人間を殺害したことはありません。SCP-199JP はその見た目に反し俊敏で、力は非常に強く、軍事訓練を受けた成人男性に勝ります。また、SCP-199JP は未知の手段で劇場に入退場します。入場するところは確認できず、退場する際もカメラにはただ単に扉から出たように見えるにもかかわらず、外にいた職員は誰も劇場から出てきていないと主張しました。実験記録 199JP-04-05 実験 199JP-01-03 までは、SCP-199JP は出現しませんでした。実験 199JP-04 実験担当者、博士、事故、財団が実験するために貸し切った映画館で、劇場内には D-0092 が小型カメラを持った上で一人で真ん中の座席に配置されます。劇場へ続く扉の前には2名のエージェントが立っており、入退場する者がいないかを見張っています。なお、D-0092 は遠隔で別室の仮設本部にいる、博士と音声通信を行っています。D-0092、俺はただ映画を見てればいいんですよね、博士。その通りだ。
ただ、何か異変があれば逐一報告してくれ。B0092。わかりました。これって手錠を外してもらうことはできますかね？博士、申し訳ないが、それは許可できない。B0092。カメラを動かし辛いのですが、博士、できる限りで構わないから。上映開始30分後まで異常なし。カメラはスクリーンに向けられたまま。突然、B0092 がカメラを座席へ続く階段へと向ける。不明な人物が歩いて一番後ろの右端の座席に着くのをカメラが追う。B0092、博士、博士、いや、私はここだ。B0092、誰ですか、博士。誰も劇場内には入っていないよ。B0092、じゃあ、あれがそうなんですか、博士。おそらく、カメラはそのままでいいから、一般人のようにスクリーンを見ていてくれ。B0092、無理ですよ。あいつは危険なんですか、博士。それを知りたいから。私たちが今こんなことをしてるんだ。突如、男性のものとも女性のものともつかない叫び声が、後方の SCP-199JP が着席しているあたりより聞こえる。B0092、出ます、博士。いや、ダメだ。出たら解雇する。B0092、出させてください、博士。おい、カメラはあいつに向けておけ。出たら本当に解雇するぞ。B0092、クソ、本当に怖いんですよ、博士。お前に殺された奴もそう思ってただろうよ。あと1時間だけ我慢しろ。カメラはスクリーンに映る映画を捉えており、後方の席からは何かが暴れるような音が記録されている。博士、B0092、カメラを後ろに向けろ。暗くて不明瞭な映像。SCP-199JP は後方の席でおとなしく座っている。B0092、何だよ。でも何もしてこないな。20分間、異変なし。博士、おい、B0092、カメラにずっと映画を映されても困る。B0092、あ、すいません。B0092 がカメラを後ろに回すと、いつの間にか SCP-199JP が B0092 のすぐ後ろに立っている。B0092 の手からカメラが落ち、以後ずっと場内の床を映し続ける。その後、急遽駆けつけたエージェントが座席の上で出血し気絶している B0092 を発見した。B0092 の下顎はなくなっていた。劇場の前に配置されていたエージェントたちは、誰かが入退場するところは一切見なかったと主張した。B0092 は財団の医療施設に運ばれ、一命を取り留めた。実験 199JP-05 実験担当者、博士、事故、実験は深夜に、財団が貸し切った映画館で行われます。拳銃で武装したエージェントが1名で、一番後ろの右端の座席に配備されます。劇場内には座席がすべて映るように、リアルタイムで本部と通信している通常のカメラ及びクラシカメラが1台ずつ取り付けられます。また、SCP-199JP がエージェントに危害を加えようとした場合、直ちに小銃で武装した他の2名のエージェントが劇場内に入ることになっています。なお、エージェントが遠隔で、博士と音声通信を行っています。上映開始から20分後、カメラは SCP-199JP が一番後ろの左端の座席に座るのを捉える。博士、来たぞ。エージェント、わかっています。そっちはあいつが変な声で叫んでいるのが聞こえますか？博士、いや、とにかく気をつけておけ。およそ20分間、SCP-199JP はおとなしく着席したまま動かない。エージェント、すいません。ちょっと映画の音量が大きくないですか？博士、そうなのか？エージェント、ええ。そっちの声が全然聞こえないのはまずいです。
少し下げるように言ってもらえますか。SCP-199JT が立ち上がり、エージェントの方に歩き出すのがカメラに映っている。エージェント、なんでまた音量を上げたんですか、博士。おい、気をつけろ、クソ。外にいる2名はエージェントを援護しろ。誰か音量を下げろ。突如、映写機の作動が止まり、スクリーンに映されていた映像が消えて場内が暗闇に包まれる。誘導灯はなぜか作動しない。映画の音だけは依然として流れ続けている。エージェント、博士、映像が消えました。何も見えません。どうなってます、博士。奴がそっちに行ったぞ。おい、そこのお前、劇場の照明を全部つけてこい。付近の研究員に指示している。暗視カメラには、エージェントのすぐ側に近づく SCP-199JP の姿が映っている。博士、おい、エージェント、横だ、エージェント、すいません。本当に聞こえないです。何です、博士、お前のすぐ左にいるぞ。銃を撃て、エージェント、音量を下げてくれ。これはさすがにデカすぎる。暗視カメラには、到着した2名のエージェントが何とかして一番後ろの座席にたどり着こうと暗闇を手探りで進む姿が映っている。エージェント、は銃を抜いて警戒してはいるが、すぐ横の SCP-199JP には気づいていない。SCP-199JP はエージェント、の顔を掴んで座席から引きずり下ろす。激しく抵抗しているエージェント、の両目の眼下には SCP-199JP の指が根元まで入っているのが確認できる。SCP-199JP は抵抗を続けるエージェント、を難なく引きずったまま、武装したエージェント2名を避けるようにして劇場から去っていった。SCP-199JP が去った後、再び映写機が作動し始め、音量は平常時のものに戻った。なお、エージェント、は現在も行方不明のままで、遺体も発見されていない。ポイ 199JP、A、2000年、月、日、SCP-199JP 担当の、博士が出勤せず、一切の連絡が取れないことを不審に思った職員が、博士が一人で暮らす自宅を訪ねました。そこに彼の姿はなく、連絡を受けた財団は、博士の捜索を開始しました。ですが、現在に至るまで、博士は発見されておらず、その行方に関する有力な手がかりもつかめていません。当時、家のドアには鍵がかかっておらず、液晶テレビには BLU、RAY ディスクの映画、ブレードランナー、が延々とループ再生されていました。2000年、月、日、から、新たに、博士が SCP-199JP 担当になりました。